どうも皆さんはこんばんちは、アンジェです。真の姿おとじゃ。はい、おついちです。なんだこの骸骨は。ね、また元に戻ってね。またなんか変わってんぞ。何になってもおめえら文句言うな。だいたいこの腐れ骸骨だから。腐れ骸骨合ってないわ。腐れ切った骸骨だわ。からみたいな。はい、でえこのさっきの海岸の方行きゃいいんでしょ、これ。はーい。ソース、ソースはありませんか。この辺のクチュクチュになってるやつから。クチュクチュダメなんだね、これ。クチュクチュいけんだろ。クチュクチュはダメなんですよ。いけるでしょ。これはいけるよ、これ。あ、いけるわ。対象いける。あ、いや、あれ、いや、君たちになるよ。あー、お前のソース、しかも吸えないけど君の減ってない。減ってない。元から2つ。吸えませんよ。逆に言うとあれなんじゃない、ソースを吸われてこんなになっちゃったんじゃないの。あー、可能性あるね。粛清されたってそういうことかもしれない。そうそうそう、あっちのやつソース吸ってくるわ。スタート俺ソース使うから。これでなんかポータルが閉じたんで、水引いたんじゃない、水引いたんでぜーみたいな。あ、減ってってる。おー、すごい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 。おー、もう一段階減ないと。あ、でもどんどん減ってってる。いや、減ってる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 。どんどん減ってる。魚、魚。おー、すごいすごいすごい減った。やっぱりあいつらが、あー、水出してたからね。その先に進めさせたくなかった。この辺の魚からもそう吸えんじゃないの。ちょ待って、なんかすげえクロコダイルいるけど。懐かしいな、レベルいくつだ。話せるみたいだよ、混乱したクロコダイル。あ、ほんと、じゃあちょっとお話します。混乱してるから俺嫌な予感しかしない。なんで水ないねんっていう風になるだろうね。イリエワニが辺りを見回している。見たところ混乱しているようだ。彼はあなたを見つけた。多分だって水はどこ行った。おでの頭はなんでこんなに熱い。あれはポータルを通じて海からここへ転送されたのだという。うん、あのポータルで来ちゃったんだね、こっちに。イリエワニの腹を刺すことを申し出る。解釈してやるぞみたいな感じだった。海岸、ああ、休んだ後に。イリエワニはどされると伏せ、目を閉じた。寝るの？寝た。休み。リーダーが近くにいる。レベル16だって。そうさ、お前、え、入れば、中に入るか、もうちょっとこう先へ行くか。こっちにね、なんか戦ってる奴らいたからそっち行こうぜ。はい。あともうワンソース欲しいな、俺。めちゃくちゃになってるわ、この辺。ああ、ここ行けるわ。死体を見たらソースっていう、この俺たちは何なんだろう。死体はソースだと思う。ビッチリひど。分かってる。こちらでございます。割とね、やっぱこのソースポイント重要ですからね。重要ですね。こっから先です。戦ってる。あ、なんか戦ってるっぽいね。戦ってるね。戦ってるねって言いながら、こう、金の備え物とか全部いただめしまってんだろ。すごっ。新しい場所です。マギステル、ブラック、あ、まあ、ブラックリングとマギステルが戦っとるんや。あは。どっちも粛清だ。どっちも粛清。まあ、間違いじゃねえな。あ、なんかお話できそうだ。あ、なんだよ、戦士がどっからともなく現れたぞ。なんか急に出てきたよ、この人の隣に。怖っ。なんだよ。何してんの、おじさん。何も覚えてねえぞ、俺は。お前って何者だって言われてるぞ。ラックリング引っ込んでろ、つって。引っ込んでろ。お前はゴッドキングの味方じゃねえんだ。おめえは敵だ。だから喜べ。俺はおめえに死をもたらしてやろう。あー、ブラックリングでーす。戦いになりまーす。はーい。OK でーす。あ、でも一応マギステルが仲間。マギステルは仲間判定だね、どうやら。まあ。あ、ブラックリングの方が敵やな。吸ってる吸ってる。吸ってるね。いや、ペインチェーンだ、あれ。結局、ブラックリング…俺あそこに飛び込みたい。なんで？え、だって骨いっぱい出せるから。はっ。でもビリビリだよ、あそこ。ビリビリしてるね、なんか。マーク済み。すごいじゃん、反射打ち打ってる。これ派手なんだよ、ね、マジステルも割とこう、強いでしょ、ここ。強いと思うよ。全員レベル16ですね、これ。マジステルにむしろ敵を殺させると経験値が入んない可能性が。いや、多分ね、戦闘してれば大丈夫。やばんな方法。エンコーカレッジになるんだ、すげえ。え、こいつどうすんの。逃げんのか、はい、言っといて。
なんでその角度から撃てる、お前は。痛ぇ。思いっきり貫通してるけど。あー、マークされてる。アヒリツが。しょうがねえな。とりあえずこの目の前のやつをなんとかしますよ。いいんじゃない？はーい。あったい。よっ、あった。おっ、これはもう奥行っちゃうからね。どうぞ。敵がそこに密集してるのか。あ、なるほど。こっからこっから持てんの。待て、これもうちょいね。それは兄者に任せよ。そうね、また好きに。俺はタックルできねえんだよな、あの位置。敵はなぜか貫通できるという。足折りなさい。死体がいっぱいできるってことはよ、ホースをいっぱい使っていいってことだよな。いくらでも使ってください、もう。ソースし放題ですよ。ソースし放題。691。クリティカルな。もうね、クリティカルが出ればみたいな。一撃のクリティカルが出れば。さあ、一撃。ああ、惜しい。クリティカル乗らずー。いや、その人は頼みましたよ。ああ、飛んだ方な。ボブにしてもだね、なかなか遠いね、あっちね。先にそいつで倒そうか。いやいや、あと俺がすぐとどめさすから。あ、そう。 4AP3AP、 ウイチさんのとこまで行けば見える。あは、ちっちゃいの見えない。どこだろう。そこの隙間からだったら見えちゃう。確かに。とりあえず AP 保存したか。ああ、発言禁止で。あ、でも結構マギステルシュ頑張ってない。3体ぐらい、4体ぐらい倒してんだもん、相手。いやー、これ後半絶対沈黙来るぞ、どんどん。はい、終わり。終わり。お疲れ様でございます。ただ我々ここから飛ぶ術が、イーストが欲しい。ホトジャ君、ヘイストだったよ、アニジャが。もう俺、奥行っちゃうよ。イーストかけてから行ってよ。そうすると AP 足りないよ。あそこで俺、骨骨ロックするから。なんだった？ジャパンの今回のコンセプトは何なの？今回、うん、今回は基本的に敵に近づいていろいろ召喚するタイプです。はい。随分変わったな。魔法を打ってるとみんなに当たっちゃうんで。もうじゃあ死にそうじゃん、あれ。もうない、その命すら惜しまないスタイル。おー、あ、みんなー。わあ、味方だから経験値入んねや、もったいねえ。そうだな、とどめだけは俺たちで。もったいねえ。あよね、飛べないよね。そりゃそうだろ。すごいよ、それで飛んでったら君。いや、パピューンって。どうしようかな。ヘイストおじい、トゥーさんヘイストあるじゃん。ないですね、持ってますよ。ヘイスト、Thank you。 次のターン頑張って走ってくから。リケッチ出して、そして私はクールダウンを解除。出た。えへぇ、素晴らしい。あ、そうだ、これでまた飛べる。やべえ勢いでこっち来たな。やった。その犬はじゃあお任せします。犬来ちゃったよ。行ってきます。犬は私やります。ここでオッケーだな。
まああの人に任せときゃいいんじゃない、骨が出るんだったら。まあまあ、まあ、どんなもんなのかまず試したいじゃん。ただあのそのままボコスコやられて死ぬ可能性も。まあそれは骨の宿命だよ。どうやって出るんだこれ。おお、横に出てる。え、もしかして何、そんなに射程長くないやつ。いや、遠距離攻撃5体出てるね。あっちにも出てるわ、普通に。まあ出てますね、ダメージ食らってますけど。え、出てどうすんのそれ。攻撃するんだと思うよ、次のターン全部あれが。どうすんの、どっか。あれ、これ以外をターンがどうすんの。一回 AP 補正。こんな感じ。あ、撃ってる撃ってる。シュンシュン。死んだ。あ、死んだ。燃えて消えちゃうよ。撃つ前に死んだ。撃ってる撃ってる。235。撃つ前に死んだ、やばい。撃つ前に死んだのが2体ほど。難しいな。地形交換があると厳しいね。そうだね。遠投。あ、やばい。あ、やばい。あ、やばい、やばい。ミス。ここにもう一体いて。また感電地獄じゃねえか、あいつがいると。もう一体いる。入れ替えた。いやー、ありがとうございます。パス。フラックリング終わり。終わり。2万入った。おいしい。あー、ということはわしはこのビリビリの方やな、行くとしたら。フェリックスダイ。おー、行ったね。それだね。いやー、これねークールダウンは便利だわ。そうね、超便利だわ。アドレナリンもまたクールダウン回復するから超便利だわ。アドレナリン持ってないでしょ。持ってる。それは持ってんの。持ってる。お前新しい D9 で回復するの、これはいいコンビネーションだね。しかもソースポイント1だからね。おう、もう一回使えるね、ターンした。届く。いいですね、やっぱ AP たくさん回せるのは強いと思いますよ。よし。永遠に前借りできんじゃん。うん。何？ネクラマジ。寝るね。早く、マギ捨てることやってくれ、経験値が。マギ捨てることやれってのは難しいだろ。とりあえず260ダメージ。盾が強いからね。そうだね、魔法ガンガン入れられるでしょ。魔法がですね、これです。はい、おでんからの感で、下なんだ、あ、血でビリビリしてるのか。うん、ショッキングタッチ360ダメージも出てる。なかなかいい。触れば OK よ、仲間よ。やべえ、死体出てきた、死体が。うわー、強いね。意外と強いじゃん。あれだって1対250ダメージ出すから。まあそうだね。おーソース3使うだけはある。3か。はい、ナイス。もう必殺技だよね、ほんとに。あー、兄ちゃんが 2AP ゲット。一気に走って裏を取るのか。たた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 
だが物理防御によりブロック。エンカレッジ、Thank you。エンカレッジ。トーテムにも入る。ああ、そういう意味では人間もありだな。トーテム出してエンカレッジするっていう。なんだそれ。あれ回復ですね。すげー回復してるぞ。でも俺にはダメージ入るような気がする。ハンドグレーの回復だ。確かに。すげー食らってるこの人は。あの回復で。にもう使えない。あ、そうね、ギリギリ俺に入らないようにやってくれたと思う。最初から物理は剥げてたんで。あ、そう。そのだろうな、物理剥げてるやつやっちゃって、この後のターンで俺はもうウルト叩き込んで終わりですよ。あ、そうですか。じゃあもうパコ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 、 AP 温存しといてもいいんじゃない、まあ、何かあったように。はい、私です。こっちはやっぱ派手にやっとかないとね。まあまあ下いっぱいありますから。ライアミンのオーラミス。久しぶりです。1個あれか、視覚が取れてねえから。ちょ待て、血が飛んできて回復してなかった今君でも。バンパイア、あーはー、バカしたー。てアドレナリン。あと2体クラヤー。おお、あった。オーバーキル、オーバーキル。終わった。暇だからな。とりあえずパワーも暇だからすっとく。よし、返してもらうぜ。そうそうな。あれ、それ1で出せるの2じゃなかったっけ。それ2だから今1回復した。パゴーン。ミス。運命の当たんねえな。まあさっきメクロムシ食らってたからね。マジか、お前。この後に及んで。なるんかよ、お前。入っとったやろ、暗闇。何それ。呪い。あ、おまぎ。死んだ。あ、痛い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 、やめて。てて、休息。すごいよ、こんな燃えてるのになんか水筒取り出して飲んで、あと顔の血の汚れを洗い落としたらしい。バスケには感謝する。しかし何者だ。あなたはゴッドウォー君だという、探検家だという、彼女が助けが必要な時に彼女の助けに来たのだと簡潔に述べる。あ、こういうこと。ゴッドウォー君って言っちゃう。ゴッドウォー君って言うと漏れなくあれがあとがえってなるよね。まあでもその前にすっといた方がいいと思うよ。俺が話しちゃってるから多分今これもう話を終わらせる手段がない。アリックの祭壇。ロツンさん、あともう一人ぐらいすっとりな。あ、これなんか輝きすぎじゃない。俺どうした。どうした。ほんとすげえ輝いてるあの人。なんで僕を刺しすぎだろ俺。OK、あいつでもどうぞ。はい、探検家ってでもゴッドウォークだと言えばいいし。あれ、ゴッドウォーク。この島にいるゴッドウォー君は一人だけじゃお前じゃない。ほら、あれ、あれね。あ、あいつね。あいつの、ね、アレクサンダーのことでしょ。うん。司教と仲間と。ああ、なんかなんとか挨拶して別れられそうなんで、一回これで、はい、会話切り。はい。吸い取ってください。ここでのマジスル、そんなに問題じゃなさそうだ。ああ。階段があるんですよね、これ ね、 ね、そこなんかあんだろうね。あるか。ただ周りもね、一応古代の技術があるから、何かしてから祭壇を開けるのかな。みかん亭頭出たよ。みかん亭頭を、トジャの頭とすげっかん。みかん亭頭、敵に行こう。資料、演術、資料術81、55。まあ、技巧今やる人いないからないんですよ。ここはないっすね。これは、何が落ちるんだろう。ただのライトですついたり消えたりする、大事か。あ、でもなんか仕様ってあるよ。
やってみてください。ポケット老朽化した裂け目が点在する祭壇があなたの前に立っている。その表面をアリが這い回り、岩に刻まれた碑文を越えていく。最初の神ヒューマニティの保護者ラリックに記念して、祭壇の前にひざまずき、人間の神への静かな祈りをつぶやく。ああ、いや、これ人がいねえからな、俺らのパーティー。ああ、そうか、なんか七大神のなんか祭壇があるって言ってたっけ。歪んだ老人が自分の剣を持ち上げようと苦労している。彼は苦労してそれを高く持ち上げ、的の一つに振り落ちたが完全に失敗した。彼の剣がその手から滑り落ち、あなたの方へ飛び跳ねて敷石の上で音を立てた。大声で鳴らしながら、彼は敷石を手探りで這い進んでくる。彼は盲目なのだ。彼は踏み出したあなたの足音を聞き、甲高い声で吐き出した。他の者の一人がお前を食ったのか。見る力をなくした哀れな者を苦しめるために、彼の剣を拾い、その冷たい鉄を彼の首に置く。彼はあなたが必要とするものを持っている。それは死体から奪うことができるものなのか、少年よ。彼は立ち上がった。彼はあなたを見ることはできないかもしれないが、明らかに関心はしていない。恐れていさも。大したものは必要ない。たった一つ少し親切にしてほしいだけだと主張する。実際には二つだが。私はあなたの陽明が必要なのだ。やばくね、この流れ。やばいね。出てくるよね、多分。メンタマン欲しくて出てくる、ね。結局のところ、視力のない戦士など何になるだと。ボイドとの戦いで有用であることを証明してやろう。There will be put to good use in the war against the void. 赤魔になりたそうにこちらを見てるわけだね。ええー。誰が目玉やるかのタカ野郎。終わったかよな。はは、で？あとは？あ、ここ来たとこ。バトルアックスが落ちてんじゃん。強さ弱っ、レベル1なんだけど。うん。レベル1でしちゃったの。ちょっと待って、人間になってるやつがいる。え？どう？誰？おかしいな。アイコンがいつの間にか人間に変わってるんだわ。カレッジしてんだろ。そろそろ慣れていただきたい。エンカレッジしたら君たちが一番恩恵を受けるんだからね。あー、すごい、こっち溶岩地帯だ。なんだこの先は。みんな全然違うとこ行ってる。とりあえず私の方はブラックリングさんいます。こっち行くか。ワードレスってやつがなんか変な波紋出しながら歩いてんだよね。やば、波紋。波紋、無言のオーラ。無言は話せず、あなたも話せない。やばい、あいつに近づいたらもう沈黙食らうぞ。あれ殴り合いになるってことでしょ。あれは危険すぎる。無言のオーラなんてなんだそれ。光がつくだけっていう。下はもう完全に溶岩地帯でずれちゃってる。読みますか。いらっしゃい。よめん。ブラックリングの隊長があなたの前に立っている。彼女は著しく普通に見えるとあなたは思った。ブラックリングとしてはだが、しかしその時あなたの頭の中で声が聞こえた。誰だか教えろ、さもなくば殺す。そして私を疑うな。私は真実を伝えているのだ。彼女が刃をあなたの喉に沈める様子を心に描く。彼女の喉にナイフを当てる様子を想像する。いるじゃないですか、ブラックリングがそこには。はい、ああ、その右側にリザードの無双家たちがたくさんいるんだけど。関係ねえ。俺のマギステルから多分尋問しようとしてるんだけど。あなたが誰かは彼女には関係ないという。When she speaks inside your head, tell me who you are. Tell me who you are. Or I will kill you.味方だというか、もうサインを示すかどっちかしかないね。レベル音が16ですね。味方です。味方などいない。彼の王に使える、彼の王に使える者がか敵対する者だけお前を使い死ぬのだ。説得するのだ。お前が有益ならばお前は再び立ち上がる。なんやこれ。彼女とゴッドキングは地獄に落ちるがいいという。筋力で説得できちゃうからな、これ多分。武器を手に置き、
うちに手を置き、あなたのゴッドキングに対する奉仕を疑う者などいないと警告する。女のぶちのめすに決まってんだお前。そして最初に落ちるのは彼女だ。戦闘開始。ありめえよもう。おいやボケ。変の段で。ああ、レベル16だけど数は向こうのが多いよ。もう奥の奴らも敵対している。150。ほんまじゃし。やべえ、めんどくせえ魔法使いがいる。ちょっと待ちなさい。これで、キサンザンをついさんに言われたけど、一瞬俺がいつターン回ってくんだろう。素晴らしい。お、転倒した。何それ、すごいね。うん、当たりめえもん。そーれよ、ペインチェン、ペインチェン。これでお前の攻撃は全て自分に跳ね返る。でガチンコしてこようかな。じゃあいってらっしゃい。で、他それ以外、まあ、ここにいてもよろしくて。ここにいてもほら、俺が攻撃されないとペインチェンが入らない。あ、なるほど。無言の人は何系だろうな。武術10、炎術3、移動用の炎術だな、あれ3。じゃあ、ここからちょっと…あの人、なんとこ…なんでこんなとこにいんだ、これ。なんでこんなとこに、一番上にいれば何だってできるんだよ。やべえな。骸骨出しまくる気だろ。当たり前よ、初手骸骨。初手骸骨しとけ。いろんな感じで出るのだ。その、はいはいはい、ここで出すと、このね、いまいち、そこを中心にってことじゃない。俺のトテムは地点地点に召喚される。もうだからあれでしょ、範囲無制限ってことでしょ。いや、無制限じゃない。だ、まあ出せる範囲が決まってんだけど、そこにいる、そこにいればそこから先は無制限で出るんじゃないの。この…いや、出ない範囲もいるな。何体しか出ないもんね、これじゃ。出なかったよ、どういうことだよ。じゃあエリアの一番北がダメってことか。え、足が。とりあえずそうだね。じゃあやっぱり風術とかに入らないぐらい。大丈夫か、そっちって知らんぞ。すごい接近してた。エンカレージしたいんじゃ。まあでもあの人多分その後ずっと沈黙させられるような気がする。あ、そうか、でもこれでもいい。おね、頼むぞ。これは、あ、間違えた。あ、いいか。骨と骨が移動したぞ。いや、骨と、なんかその人を交換した。アンジャの目の前に敵が湧いた。 Oh my god。 まあでもこれだったら二人同時に切れるからな。チェーロだ。でも後ろのね、魔法使い系がやばいんだよな。はい、痛い、痛い。身内ですから。綺麗にこのクリープダメージの外に逃げやがって。ほらよ、すごいなんかダメージの張り方しなかった。そう、こんな48とかがいっぱい出てたよ、うん、47、47、48、48みたいな。レインチェーンでなんか、いや、なんかが刺さってんな俺に。すげえ痛いんだけど。剣の断裂。あ、そうだそうだ。移動するとダメージが入って、ツラツラって自分でダメージ。それがペインチェーンで相手にも入ってるけど、アニジャも相当ダメージを受けて。でもいいんじゃない、その時点で視線の確保すれば半分 50% ぐらいダメージ上がるでしょ。あ、もう今ダウンしてるやつ死にそうだけどな。ちょっとそれを見ようか。アドレナリン。ちょっと移動するだけ。おしっぱまし。天の覚悟。こらや。800。すご。さよならしたね、それ。さよならしたね。あ、でな。岩通り。え、
イエーイ。やっべー、あの人すぐ皮アピスの早すぎだろ。すぐシールド投げられる。イエーイ。箱にダメージ入った。箱に恨みでもあるのかな。ない。確認します。そうですね、魔法に弱いって感じですね。私もそろそろいじめられる可能性があるんだよな。次ワードで。これさ、まあ兄ちゃん今2かかってるから変わらないか。俺がやっても時間が伸びるだけかな。あ、でも奥のやつら敵対はしてるけど動かないな。ね、そうね、奥の人たちは動いてない、うん。待ってください。物理防御気持ち悪いのね。こっち来るの。最高じゃん。君はもう最高だよ、ほんとに。目の前のやつ、骨で死んだ。なんで俺をみんな無視していくんだ。相手に入り。ゲロイ。ファイヤー、ファイヤー。うわ、仕方的にはやっぱ近くにいた方がいいんだな。3体までしか出なかったっけさっき。5体ぐらい出てなかった。ぶっ壊れた。大体でも5体出んじゃないの、ね、近くで出さないと出ないのかもね。何に対して1体でしょ。そう、だから5人集めてそこに出すしかない。だからテレポーテーションとか。やっばい。なんじゃおりゃ、なんじゃおりゃ。すごい帰ってってる。そう、吸われてる。ペインチェーンだ。ペインチェーンだ。やべえ。よし、攻撃するぞ。そうだな。そうだな。あいつを攻撃すれば、宝水さんに入って、そのダメージがさらにあいつに戻ってくっていう。本当かね。呪いをそこにかけると。それは本当かね。今、血だって、血のやつに王法が入るんでしょう。あ、そうか。そうか。あ、でも普通にできるな。問題なく沈黙しないけどな。ほんとだ、スキルガンガン使ってるだろ、ガンガン使ってる。よくわからんな。はり直したな。もういいや、もうどんどんやってくれ、どんどんやってくれ。腐敗してるだけだけど。ほらナイス。俺か。アウチ。そんなダメージ入らないから。あーち。200ダメージ。してくれるじゃねえか。そうですか。私にくれた。ああ、でも物理が入るのね、今はね。この多分女的には私を攻撃すればお前の仲間も攻撃されるぞって言うけど、そんなのお構いなしで攻撃されるんだろうな。パンじゃないっす。あ、待ってみたいな。ホラー中でこのペインチェーンが行われる。この恐怖。恐怖。ペインチェーンの話。誰かが死ねば誰かが死ぬ。あ、お時間だよ、兄ちゃんが暴れる。そうそう、出してみる。ファイル、ファイル、ファイル。ちょうどいいぐらいに料理しといたら2回切れば終わるんじゃない。お、これは使うぞ。おお、もうオーバーキルなんだよな。毎回すっきり。でもあの人あれやったらもうあと何もできないんだからな。そんな吸うだけだよ。吸ってまた何かやる。こっちに帰れ。残り1体…いや、2体いるのか。鶏がいたわ。2体いる、鶏がいる。どうだ、来た。俺もう向こうにかけといた方が良かったんじゃない。もう兄者殺すのは殺すって言ってペインチェーン防御。元に戻ったらしい。いや、もうスキルは使いまくりたいからね。これ、あ、終わった。背中にシールドが入る。刺さったってやつ痛いですからね。自分で攻撃するとペインチェーンが入って、またそのペインチェーンのダメージが向こうに入るっていう流れなんですか、これ。もしかして殴ってみてください。殴ってみましょうか。もうなんか延々に入るんじゃない、もしかして。ババ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 バ。相手がやられるまで。どっちの HP が多いかなみたいな。あー、3AP なのか。
足りないのかよ。いや、まあまあまあ、これで攻撃者どうなるかって話でしょ。あ、そうだ、なんかよくわかんない。すげえ、反射の反射の反射で反射。すごい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 。あれれれれれ、まあでもまあ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 、痛いのは向こう。あ、もうよくわかんない。防御貫通。あ、終わった。あんじゃ何やってんの、とどめ刺しやがった。おばきゃ。あ、待って、俺そうでもまだ覚えてないんだよ。ダコが復活させてあげて。復活させようか。うん、18枚あるから。はい、うん、お世話のかけやけ。面白いわ。やばいわ。とりあえず回復して、ね、おばきゃって言ってきたんだよ。クリティカル出すな、クリティカルを。出ちゃった、ね、800とか。そんな、そのダメージがまるまるそれ乗っていくっていうのはね。メテオシャワーとかいうスキルブックある。3使うんでそうっす。やばいやばいやばい、それだ、それが欲しい。メテオシャワー。今度また俺演じる使いになっちゃう。メテオシャワー打ちたい。オーバーパワーのスキルブックがある。オーバーパワー。370から420物理ダメージ与える。ちょ、早く早くメテオシャワーちょうだい。すげえな。みんな、みんなソース吸いすぎだよ。私もなんか手に入ったソース欲しい。オーバーキルで。待て、俺もうちょっと骨微妙だから、そんなメテオシャワーするに決まってるでしょ。もう骨微妙とか言い始めたの、この人、ほんとに。どう見ても微妙でしょうが。とりあえず出してみたかっただけみたいになってる。メテオシャワー、空から25個の火球を落とす。ああ、それ昔使ってたような気がする。昔使ってたの。うん。そうそう、ハンター時代にね。そっとなんかスキルブックが今1個消えたぞ。オーバーパワーすごいね。オーバーパワーすごいよね、これ。もし俺の方が物理防御が高ければ、うん、これだからおついさんのものなんじゃないの。ああ、うん、でしょ、おついさん物理防御がめちゃくちゃ高いから、うん、常にもう相手にこれをやった時点で相手の防御が、うん、物理防御がゼロになるっていう、ね、だからおついさんよりちょっとでも1でも下のやつにこれを打ち込めば相手の物理防御は剥げるっていう。あー、すごいじゃん。これすごいじゃん。いや、まあでも俺でしょ。知らんぞ。知らんからな。多形術が。あ、でもこの人は何、武器、物理防御いけんのこれ。何が物理防御マン、オーバーパワーいけるんだったらあげるよ。オーバーパワーもらおうかな。まあ、例えるなら、おつゆさんが今いくつなんだっけ。何が素で、1079でしょ、うん、だから、1078の相手だったら、もうハゲるっていう使い方をするか、まあ、兄者の物理防御を上げて、これ 2AP でいけるから、そうするのが自分で、さらに物理防御を張れば、あ、まあ、その時点で、相手一撃で物理防御を張ってこけるまで付与できる。そう。だからそれで、こかした相手を兄者が、ウルトでとどめを刺すっていうのが、まあまあまあ、確かにね。一番いいんじゃないか。そうするとまだ必殺持ってないじゃん、そもそも。必殺は持ってないね。でもその川のやつがあるぐらいか。川のやつか、今ね、あとね、神格化っていうのを手に入れて、あは神に一歩近づいた。ソーススキルのコストがマイナス3、これ逆にアニジャじゃないの。何、神格化。あ、ソーススキルのコストがマイナス3、そして全ての能力値が4増加する。これやばいね、でも多形術 5? そう。いや、だからおついさんが自分でこれを発動させれば次の瞬間、あ、そうだね、そうだね、連続でソーススキル使えるんじゃない。あ、まあ、使える使える、普通にチンピもほらね、でこれ神格化状態になれるわけでしょ。なんか多分つくよね、これ。あ、じゃあもうこれ連続で使ってもらって、ね、ビチビチビチンってやってもらえば。横のやつやばいじゃん。何これ、ちょっと何道術語で出せるじゃん、これ。道術出せるよ。放射弾、放射弾が範囲内の敵にオイルの詰まった岩を投げつける。またもう一個、君なんかいつもかトーテムのやつ持ってんね。うん、いやいや、さっきの魔法使いから持ってた。これ商品に入れちゃうよ。オーバーパワー、オーバーパワーじゃあ私が覚えて。オーバーパワーとこの神格化を、神格化できんでしょ、もう。神格化、いや、振り直さないと。さすがに多形術は3ぐらいしか振ってないの。あ、まあ、必要な分しか必要ないからね。多形語にしてもらえれば、うん、神に近づいて、神になった私が。ソースキルのコストがあって、これソース自体がマイナス3になるのか、それともこれ、ね、ゼロだけど、アクションポイントがマイナス3になるのか分かんないね。ソーススキルのコストがマイナス3だから、ソーススキルのコストは多分ソース使わずにこれ使い放題なんだったら相当エグいけどね。でもさ、2ターンの間はソーススキル関係なく使える。多分コストが下がるから、
あの緑色の方がなくなるわけでしょ、アクション AP 分のやつが必要なくなって、え、そっちはスキルコストでしょ。あ、まあまあやってみりゃいいんだけど、やってみないと分かんない、やってみりゃいいよ、この神の差配としてか言いようがない、まあ、今回ここまでして、ちょっと次回までこれ覚えて、はい、試してみる、そうだね、まあ、いいんじゃないですか、はい、気になりますわ。まあでも難なく今のところ倒してるんで、そうね、でもそれでもしソース使わずにね、ソースポイント必要なくアンバが撃てるんだとしたらえぐいことになる。いや、まあえぐいえぐい大変なことになっちゃいますバーン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 って言って、しかもその後にまた皮をこう使えば一回ターンが戻ってきますみたいな、そういうオチになるんでしょう。だってアドルダリン単純に2回使えるって話でしょこれ。そうですよなんも、ね、前借りすんねんみたいなこう感じになるんでしょう。いやー、そうか、欲しい、これもうソースポイントが欲しい、もっとしょうがないよ、こちらは少ない、スクチーもなんかたくさんあんじゃん。ただそのリザードたちがね、ずっと敵対してるってこと。魔装甲脆弱、あ、滝術用のスキルまた出て、お、あ、それあれ、それ欲しい、こっちの方がむしろ強いかも。確かあの、物理防御とかに関係なく状態異常にさせられるというはず。いや、単純に魔法防御は入れるみたいな感じじゃないこれ。耐性無効化、うん、耐性を半減させる、魔法防御が減らせるねこれ。だから魔法防御これで外して、うん、黄金ヘッドでブーンっつってそうだね、すごいな、これもじゃあ大勢さんに入ってやる。はい、ありがとうございます。いやー足りないね、ほんとにほんとに足りないよ、ソースポイントが、ソースポイント6欲しいもん。おかしいだろ、これ欲しかったんだ。あ、まあじゃあまあ今回はここまでということで、はーい、あ、すげえこいつら強かったんだな、やっぱ。ただ技の使い方を知らん。次回お楽しみに。またな、またな、またね。